香川亮と大峰花粉の今を生きる、今日は、特別ゲストというかびっくりする A のストリートミュージシャンを、うん、はい、香具さんがゲットしてきました。はい、あ、皆さんこんにちは。今日からですね、香川さんの番組に、パーソナリティとして加わることになりました、大峰花粉でございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、私琵琶奏者ですので、オープニングはですね、ちょっと琵琶をということで、はい、よろしいでしょうか。はい、ちょっと待ってください。その前にこの番組の説明。はい、この番組は、今を生き生きとしている皆様を応援する番組です。そのためにいろいろとあちらこちらからいろんな人を呼んで、皆さんに元気をつける、はい、またこういう人がいるよと、こういう人生を送ってる素晴らしい人がいるということを、アピールしたい番組です。はい、ではあのカフさんどうぞ。はい、マケドニアからいらっしゃった素晴らしいチェロ奏者のペレさんです。はい、ようこそ。いつ私が知り合ったかと言いますと今からおよそ1時間前でございます。1時間前に知り合ったペレさんをもうここへお呼びしました。なぜ知り合ったかをちょっとピエさんの方からですね、素晴らしいビデオを流していただきたいと思います。俺後ろのこれじゃないじゃない。あ、大丈夫です。はい、大丈夫。じゃあお願いします。
はい、どうもありがとうございました、はい、ということでですね、私はこの香川さんとですね打ち合わせをするために早めにここへ駆けつける途中のあれは、上野、はい、上野広小路、はい、上野広小路の日比谷線のですね、はい、地下をもう足早に歩いておりましたらですね、もう絶妙なこう音楽が聞こえてきまして、あの吸い寄せられるように見たら、なんとペレさんが演奏してたわけですね。で、あの見ましたらね、その東京都の、所轄の、はい、そういう、駅のステーションで演奏するということがすぐに分かりましたんで、はい、もう勇気を振り絞ってですね、Excuse me ってね、日本語話せますかってね、お声かけたら少しあれ以上も言ってやったと思いましてですね、もう3時からこういう番組があるんだということですね、いつまで演奏するって2時で終わりと、でもゴーってことで切り替えてきてしまったあまりの素晴らしさで、ね、やっぱりこういうね、はい、インターネットテレビだからその機動性をね発揮して、はい、これから大いにやりましょう、そういうことね。でしかもですね、うん、ペレさんは結構この北千住のお近くにお住まいになってらっしゃるね。そうなん、はい、はい、うん、日本に来て、あ、マイクを、はい、はい、はい、How long does you... 2年前、日本に来ました。 Your wife in Japanese? はい、my wife is Japanese、oh. はい、はい、はい、What working?I am, my wife is working in a company of, clothes. Clothes. 服ですね。うん。イタリアンファッション。Importing clothes. 輸入してるわけね。うん、はい。素晴らしい。どんなブランド? What brand of Italian? Many brands, maybe not famous. Saying, for example. Altea. Altea. Altea and... Altea is a shirt. Shoes. Everything. Everything. Mm. Oh. Men's fashion. Men's and woman. Oh. Mm. Oh. And also this. And this is pants. Italian shoes and. Oh. Oh. Pants. Ah. Oh. Casual. Italian wear. Mm. Oh. Formal wear. Hmm? Formal. Formal, yes, yes. Italian, your brand of formal wear. Formal wear? Suits and shirts and... Everything. I want to buy formal wear of Italian brand. Hmm. Your wife interested in... Yeah, she can help you. Okay. Finding. I buy it. I'm interested in Italian brand and Italian, yeah, Italian moda, yeah, fair fashion is very high fashion、nice. and そしてね、来る途中に電車の中でちょっと喋ったんですけども、はい、私もね、過去2012年に、はい、あのイタリアのクレモナというところに行きまして、はいはい、そこはねストラディバリウスバイオリンの名器のストラディバリウスの町なんですね、はい、はい、そこでですね、あの私の教え子が、そこのストラディバリウス国立ストラディバリウスバイオリン製作学校に、はいはいはい、バイオリン製作のために留学しまして、はいはいはい、卒論を琵琶でやりたいと報告を受けまして、ダイワーということで、琵琶を持ってですね、スラリバリの学校に駆けつけて、中庭でですね、はい、あの大勢学生が集まってたところで琵琶演奏を始めてた、はい、でその写真もね、彼にはさっき見せたんですけども、はいはい、そしたらクレモナには、ずいぶん行かれたんですよね。はいはいはい、クレモナ、はい、2回 twice、 どうでした印象は。いい街です。古いね、うん、はい、とっても素敵。ちっちゃいでも綺麗、綺麗、向こう三軒両隣、あのバイオリンの街っていうかね、はい、私はストラディバリウスの聖火も行ったんですね、で聖火で、まあ、地下はですね、あのバイオリン展示してあって、屋上も展示してあるんですけども、はい、今彼の家はですね、素敵なあの可愛いキッチンのですね、キッチンの、あのキッチン用品のお店になってます。工房じゃないですか。そうなんです。ちょっとまあちょっと画像がないんですけども、はい、で、あの、紹介していただいてですね、ひ孫さんかやさ孫さんか、はい、ルカ君っていう、はい、あのかっこいい子が出てきまして、ツーショット撮った時に、いろいろお聞きしたら、僕はそのバイオリンじゃないロックミュージシャン。なるほど。ロックミュージシャンです。はいはいはい。
で彼は多分今パリに作曲の勉強に行ってると思うんですけども、はいはい、いくつぐらいの方ですか、まあ、若い、ああ若い20代20代ですね、はいはい、うん、髪の毛が長くてね、はい、イケメンのよく見るとセラレバリウスに似てるかなっていうああそういう、ね、うん、彼に出会って、でまたねこういう、うん、今日ですね、うん、ご縁のある方に出会って、はいはい、もうすごく嬉しいです、ね、そうですね、うん、で私が、耳を傾けてて、うん、一度は通り過ぎたんですけども、うん、いや声かけてみようと思って戻ってきた時に惹かれていたのが、はい、まあ、日本人だ誰でも好きだろうだと思う、サンサン、いやいや、ね、シンドラのリスト弾いてた、シンドラのリスト弾いてた、シンドラリスト、私 あれも好きなんですね、じゃちょっとちょっとやって、プレイング、うん、シンドラリスト、ね、うん、シンドラリスト、シンドラのリストで、じゃあお願いします、はい、素晴らしく響いててですね、うんうん、多くの方が足を止めてね弾かれていたんですね、はい、さっき僕ビデオ見たらサンサンスの拍手を、サンサンスも、うん、それもやってらしたですよね、うん、はい、あのシンドラのリストは映画は見ました、うん、見た、まだ見てない見てない、でも、映画の、うん、映画の、うん、サウンドトラックテーマとっても好きです、はいはい、あれ、うん、それはクラシックに根ざしてんの、そのシンドラのリスト、僕もちょっと分かんない、シンドラリストオリジナルなの、有名なあのバイオリニストの、うん、あ、はい、パーマン、そうそうそう、パーマン、イサク・パーマン、はい、うん、それが作曲したの、あの作曲は違う、はジョー・ウィリアムス、ジョン・ウィリアムス、ジョン・ウィリアムス、アメリカ人の作曲家、あ、じゃあクラシックではないんだ、どっちかというと、いやクラシック、映画のため の映画、その人はムービーミュージック、映画音楽をサウンドトラックですね、作ります、はいはい、とても印象的なね、うん、はい、ちょっと日本の演歌にも通ずるような、うん、あの、うん、いいですね、いや、そうそうそう、僕もチェロって大好きなんで、あの、ね、低音のねすごく伸びやかな音がしてね、でもまあちょっと今お聞きしたら、うん、奥様アパレル の服、うん、洋服のイタリアブランドを使ってる、で私は今日はですね美和奏者とは思えない、なんこんな今日着せられたギンギンのロッカー、トゲトゲの何なんだっていうのか、これはですね香川さんのご要望でですね、俺が選んだんだからこれを着ろということで、あのどうしようもないんですけども許してくださいいやいや、あのちょっとね、わあの和風のこういう美和奏者にはミスマッチが面白いなと思ってね、そうですよね、今日弾いた曲には合ってるかなと思っていやいや、ちょっと感想初めてね、うん、多分ペレさんはペレは美和を聞いたと思う、うんうん、いかが、うん、どんな、Have you ever been music of Biwa? Have you ever been to? This is first time. First time? First time. 初めて。どんな感じですか？すごいパワフル。パワフル。おお。バン、バババン。バババン。バババン。歌うと思った？あ、歌。ボイスは。好き、おー、あなたのボイス、これはね、あの、うん、ゴーストが出てくる怖い話、うん、なの、このストーリーは This story about ghost、うん、そう、平家、平家、船ってあのシープス、うん、うん、弁慶という名前ね、弁慶、ネームズ、弁慶、船弁慶、うん、シープス弁慶ですそういう、うんうん、そして、彼が、あの祈って、あの、うん、祈りは何て言うのかな、プレイ、英語で、プレイ、うん、で、うん、ゴーストが消えていく、ああ、うん、
言葉全然わかりませんでした。でも、うん、音が、うん、好きでした、うん、I like、うん、You like the voice and、yeah. the instrument。 これは、うん、あの、うん、このイタリアのクレモナに行った時も、うん、演奏したわけですね、うんはい、でやっぱりみんなびっくりしてましたけども、うん、実はねちょっと待ってね、私あの、うん台湾に行ってきたばかりで、うんね、台湾、はい、台湾は行った、うん、台湾のまだ行ってない、はい台湾はまだねあの夏です、暑い暑い、すごく暑かったんだけども、なぜ行ったかというとその、台湾の南の方ですね、うん台北、台中、はい、台南とありまして、はいはい、台南というあの南の方でですね、はい、あの和風文化祭、花風文化祭じゃなくて和風文化祭という、台湾なあの台南の政府文化局が、やったですね、イベントに呼ばれまして、はい琵琶を弾いてくださいということでですね、はい、あのほんの2日間だったんですけれども、はいはい行ってきたのを、画像で送りましたん で、はいでね、まあ映るかな、A の画像をお願いします。 A の画像、はい、もうちょっと前のものありますか。いやこれがトップになってるからちょっと、いやもうちょっと前移ります。もうちょっと前行きますか。もうちょっと前行きますか。もうちょい前ですね。いやこれずいぶん後ろ行ってしまいました。もっと前行きますか。もっと前に行けますか。じゃあちょっと待って大丈夫かな。あここもっともっと前に、この辺ですか。もっと前に、もうちょい、そうですね。 あ今のもう一つ戻ってくれる。あ、これですか。これですね、はい台南市政府文化局和風文化祭晩餐会ということで、うん、前の晩にあの大きなホテルでですねあのレセプションが開かれまして、うんまあ、一応、名前を書いた名札で、はい、ご馳走をいただきまして、はい、で、次ありますか。次だ、はい、あでこれはね泊まったあのホテルではなくてですね、真理大学というね、あのキリスト教の、キリスト教系のですね、大きな大学でありまして、ここの、素敵なですね、あの宿舎に、お泊めいただいたんですね。これその時の歯磨きとかそのグッズなんですが、次は何が出るかな。あ、これはもうね帰りの帰国状態なんでね、なんか違うのを写してもこれ帰国のものです。で最初に飛行機で降り立った時に。漢字圏なんですね、で見ると分かる、エレベーター、あーエレベーターか、電はしご、電気のば電気のはしご、もうすごく感激したんですね、もう読んで字のごとく、あ確かに電気のはしごじゃないかということで、なるほど、はい、エレベーターか、もう読んで字のごとく、はい、海外なんだけども漢字圏なので大体分かるわけですね、はい、はいはい、次は何が出るかな。はいはい、これはですね、うん、実は山中塗り、素晴らしい山中塗りですね、山中塗りの実演もございまして、山中塗り の、 あの名工たちがですねやはり集いまして、作品の展示まだしてます。でこれ山中塗りってのは日本の塗りなんですか。もちろんです。あの日本から和風文化祭ですから、はいはい、日本 の、 あの伝統文化を紹介しようという、そうですね。で山中塗りの素晴らしい、これはどこのあれなんですか、その塗りっていうのは。山中塗りって僕初めて聞いたんですけど、山中塗りです。地方は分かんない。お調べください。そして、ね、かり次ありますか、はい、とびとびですね、和風文化祭と書いてありますね、はい、で九谷焼もあったんですね、はい、あの加賀百万石の九谷焼の、はい、実演とですね、はい、あの展示もございまして、はいはい、次は何が出るかな。あこれはですね、そこの会場の野外のもう飛び飛びになってしまって、うん、わけわかんないんですけども、うん、あの琵琶体験、はい、体験という字がすごく凄みがありますね、はい、もともとの漢字なんでしょう、はい、ということで、はい、これ野外に設けていただいてですね、はい、琵琶体験もしたね。さあ次は何でしょうかね。あこれはまた戻りましたけれども、はい、あじゃあじゃあ行ってしまいましたね、はい、いろいろ山中塗り実演ですね、はいはい、そして、琵琶花風というふうに書いてありました。琵琶花風ということをあの紹介してます。料理じゃないんだか分かんないですね、はい、でその漆器展なんかはですね、その12月4日までこちらの会場で展示してございます。はい、はいはい、次行きます。はい、これはですね、はい、その先ほど泊まったという、心理大学の、はい、朝食なんですけども、はい、すっごい広大な敷地に、これ窓を開けるといきなりシュワーッとですね、
暖かい空気が吹き込んでくるんですけども、はいはい、あの広大な中にある、敷地の宿泊施設の素敵な、ね、あの、モーニングですね、これから旅を何かというと大根餅とチヂミです。洋食かと思ったら、はい、大根餅とチヂミなんですね。もうとっても美味しかったです。はい、次お願いします。これはですね野外体験で、お子様たちがですね、あの何のその、なんていうんですか先入観もなく、このちょっと前に演奏したんですけども、はいはい、やりたいやりたいってたくさん集まってくださった、もしこれがですね、次の行ってみますか、はい、次は何だろう。そうですね琵琶体験、はい、最初大人に教えてたわけですね、そしたらあのそう子供たちがですねじと見るわけですね。やりたいんだけどって、で大人たちもですね、何も琵琶がその耳なし落ちなんてそんな全然知らないわけ、なんかすごいパワーって面白い音楽があったからやらしてって、私ねそれがいいと思うんですからさ。そうですね、日本でこれやってごらんなさいよ、ね、お母親が来て、ダメよ耳なし落ち怖いから帰りましょう来ませんよ、そう誰もそんなこと知りませんから、はいはい、どんどん来ちゃう、はい、次行きましょう、はい、もうこの子はですね和風文化祭、浴衣をですね、ここの会場でお求めになりました、浴衣を着て参加してくれた、もう嬉しくてしょうがない、もう本当に可愛かったです。はい次行きましょう。あこの子もそうですね、手拍子を打ってですね、リズム打ちをさせたんですけども、もう本当にですね何のてらいもなくですね、その琵琶がですね耳なし置いとくのは全然知らずにですね、面白いいい音ということで参加してくれました、嬉しい。はい、はいこれは野外ステージですね、この方が通訳で、担当の方で、いろいろ通訳して皆さんに伝えてくれたわけですね、ものすごい暑いんですよ、これ30何度の中、この烏帽子をかぶってですね装束を着てるんですが、かなり大変でした、これは先ほどの、山中 の、 あのこの会場で最初やったんですけども、山のあの、九谷焼に挑戦した、女の子ですねが、お父さんと弟と連れて会場にやってきたということですね。はい、はい、次は何でしょうか。あこれはその時のオープニングですね、こちらの、白い頭この方が台南の市長さんでございまして、市長さんはレセプションとオープニングと両方とも参加してくださいました、でこのお嬢さんたちは熊本から来る、あの花わらべというですね素敵な舞を舞ってくださったお嬢さん方です。です、はい、こちらの、 あの九谷焼の、名工の方々ですね、もうジャパン、ジャパンフェスティバルです、フェスティバルですね、はいはい、じゃあもうカオルさんもその中の一人としてスタートです。すごいですね、次よろしいですか。これはまあちょっと室内での演奏風景ですね。はい、次行きましょうか。はい、どんどん行きましょう。あ、これはですね、台湾といえば夜市、屋台ですよね。夜市がすごく有名でして、私も繰り出しましてですね、うどんに乗ったステーキというのを食べたんですが、これいくらぐらいするんですか。あ、安いです。めっちゃめちゃ安いんですけど。何百円ぐらい。本当にそれであの美味しい。甘いのと辛いのとって言われたんで、もちろん辛いのって言ったんですが、かなり甘かったです。あでも美味しそうですね。かなり、はい、次ですね。はい、あ、今のもう一回戻れる？はい。あ、これがですね。市長ですね。そうです。はい、あの市長さんと、ツーショットで撮っていただいた記念の一枚です。じゃあもうあれですね。市のレセプションって感じですよね。はい、そうです。はい。台南市局の、ね、レセプションです。はい。はい、次行きましょう。はい、これはあの心理大学 の、 あの、はい、朝出かける時ですね、非常に暑いんですけど、もうみんなボランティアスタッフで日本語学科 の、 そうです、日本語学科の学生さんなんですね、もう日本が大好きという、まあ、台湾ってもう日本が大好きでしょ、多いですよね、かわいい、はい、次行きましょ う、はい、次きましょう、これもレセプションですね、次行きましょう、次行きましょう、はい、これもあの屋台ですね、これ何だと思います、寿司みたいですね、寿司なんですが、あまりのカラフルさですね、何の具材だか分からずにちょっと買えませんでしたただ台湾の寿司ってなんかうまそうに思えないなんかおもちゃのような、不思議なお寿司でございました、次行きましょう、はい、あこれも皆さん夜市ですね、あの出てきてですね、いいとこですね、すごくもう雰囲気は抜群です、はい、次も見ましょう、はい、でこれもなんだかわからない、なんかイカの天ぷらみたいな、ゲソかなんかのイカ天かなんかみたいな、ちょっとわからずに買いそびれてしまったという次行きましょう、はい、
これはその文化祭の時のですね、花輪ですね、玄関に花の花輪が大きく出されておりまして、歓迎のありがとうございます、はい、じゃあ次行きましょう。何でしょう、次行きますか。これはその、はい、山中塗りとか、はい、その会館ですね、はい、はいはい、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 あ、これは山中塗り、あの、うん、台湾の子供たちがね、挑戦したくたに焼きです。かわいいでしょ。そうですね、小学生たちがね、あの、トライしたくたに焼きです。はい、次、はい、はい、あ、もう戻りました、まあ、はい、こんな感じでですね、はい、台湾気候は終わりにさせていただきたいと思います、はい、楽しかったですね。楽しいけど暑くて、非常に、でも まだまだ行きたい、もっと行きたい。あ、僕も行きたいですね。 はい、あのね、八田さん、うん、日本人の、はい、あ、そうで、うん、ダムを抑えた、そうそう、もう、はい、台湾で言うと、もう、そうですね、日本人を代表する英雄ですからね、八田さん、まあ、すごい方ですよね。皆さんよく知って、うん、またその、うん、駅にポスター貼ってあるらしいんですけども、はいはい、漢字圏の中で、はい、ひらがながあるとかっこいいっていうの、ひらがなかっこいいと、それがすごく嬉しかったです。ああ、まあ、日本人が英語なんかに憧れるようなもんですよね、はい、うん、びっくりしましたね、はい、ちょっと意外な気がしましたが、ああ、行ってみたいですね、台湾ね、うん、はい、そのうち行きましょう、行きましょう、はい、国際的にね、そうです、はい、国際的に、はい、はい、じゃあ、うん、そろそろ、はい、どうですか、彼とコラボレーション、うん、なんかやりませんか。あ、そうですね、うん、ちょっとね、あの、何が一番好きですかと立ち聞きました、うん、そしたら、うん、一番好きな曲は、うん、はい、どうぞ、今日は、うん、シューベルトのアベマリア、うん、一番好き。おー、アベマリア、アベマリア、はい、それあれですか、コラボレーションできるんですか。どうしようかなって、彼が弾いてずっと弾いてる中で、うん、なんとなく入っていきたいと思います、はいはい、できるでしょうか。じゃあ行きましょうか、はい、アベ、ちょ、ウェイ、どうぞどうぞ、大丈夫、やってて、はい、アベマリアです。ちょっと待って、ウェイ、ウェイ、すごい。やっぱりいいですね、音がね。あんまりこれそのコード進行の楽器なんですが、ね、まあ、あの下のあの、なんですか、うん、アンダー、はいはい、アンダーの部分を、うん、できるかなと思いながらちょっと音を出してみたという程度に終わりました。でもちょっと迷いがあったね、なんか。そう、そうドレミにならないんで、はい、そうだよね。全然ね、その音をこれ押して作るというんでね、うん、練習してないんで。そうだよね、やっぱり即興だとね、ちょっと苦しいよね。そうそうそう、うん、でもやっぱり今度そのうち
コラボレーションしたらどう、なんか本当に練習して、はいはいはい、面白いかもしれないね、そのうちあの機械作りますよ本当に。僕の友達でも今度ね、来年の10月頃ですけど、大泉学園の、はい、何ホールだっけな、ユリアホールとかいうところで200名ぐらいの入るところで、はい、ちょっとモンゴルの人たちのホーミーとかで、はい、演奏会やるん で、はい、ですその時にもし呼べたら、ね、素晴らしいですね、まあ、カフさんも、はいはい、多分いけると思う、お願いすると思うけど、そうですね、うん、ね、はい、モンゴルの人たちだけじゃ面白くないんで、あ、やっぱりね、日本の代表みたいな形でね、はい、そう、和楽器で、まあ、本当にこの、琵琶の、うんと、うん、ルーツというかね、はいはい、ウードとか、はいはい、バルバットって言われてますけど、はいはい、それが西行った時にリュートになり、はい、この、はい、ね、チェロ、バイオリンなり、うん、ギターなり、はい、でこれは東ルートですから、ね、うん、シルクロードを、はいはい、お経と一緒に流れたと、うん、そうするとあれモンゴルの方も取ってるのかな、もちろんですね、モンゴルはちょっとちょっと外れるけど西域の方、うん、はい、でもずっと通ってきまして、うんうん、まあ535年とか8年とか、うんうんうん、まあ、仏教伝来とともにではないかという一つの、うん、だったらウイグルとかあそこら辺は通ってるってことですね、 もちろん通ってます、はいはい、はい、そうするとね、うん、面白いですね、そのうちあれじゃないですか、シルクロードっていうかあっちの、うん、なんだ、バッコクスとかあんなとこ行ったらですか、行きましょうよそのうち、はい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 、うん、ねえ、ね、はい、あれ何でしたっけ、シルクトンコーか、トンコー、トンコー、うん、はいはい、トンコーに、ね、こんなですね、うん、後ろに抱えてですね、ね、踊ってる判断琵琶っていうね、ね、踊ってる天女の琵琶を持って、はいはい、銅像が立ってまして、あ、そうなんですか、日本ではこう、うん、正座をしてですね、うん、耳なし押しとかやってるわけですが、もともとは、はい、ベリーダンスか、ダンスの、はいはい、ここまでしか、ね、お腹出してる女性が、うん、楽師がずらっと並んで、はいはい、真ん中でダンサーが踊る、はいはい、その伴奏をやってたような世界があったと思うんですね、うん、で、まあ、日本にたどり着いたが、うん、ためにですね、なんかお経のようになっちゃって、わびさびという過激な文化が入ってきまして、ちょっと真っ黒臭くなっちゃったというか、そう、うん、でも可能性はたくさんあるし、うん、まだ私はこれはまだ完成されてないと、うん、まだ完成されてない、うん、完成されて、フォルムは完成されてるんですが、さまざまですね、うん、まだまだ、どういう意味で双方とかそういうこと、双方も随分新しくなりましたし、うん、まあ琵琶学者の先生に言わせますと、うん、実は、うん、江戸期で、うん、日本学というのは完成したわけなんですが、うん、はいはい、ペリーさんが来て、はい、クラフネ以降に、はい、どんどん発展していったのは琵琶、はい、だけである、はい、琵琶だけが今にもって発展している、うん、あとは経験、つまりまだ進化しつつあるしつつあるということです、ね、はいはい、例えば具体的に言うと何かそういう先生が、今の曲もですね、うん、今の曲もですね、うん、実は最近の曲です、うん、そうなんですか、です昭和の曲ですか、もうごく最近の曲です、だけど題材は1400年、うん、はい、ね、1000年前の曲なんですけども、これはもう本当に現代に作曲された曲なんですね、うんうん、でも全然違和感ない、はいはい、でその流れを組んでいるということで、琵琶は非常に、うん、さまざま楽器やってきましたけども、はい、面白いと思っております、ということでこれ何分までやるんですか、ね、あと15分ぐらいは大丈夫です、15分ぐらいですか、はい、まあ、ギリギリ15分、各ですね、来ていただいたので、はい、なんか もうちょっと演奏していただきたい、そうですね、はい、何が得意なのかな、うん、そうだな、What do you like? I don't know. Classic music? Classic music.Movie music. Do you know Deer Hunter music? なんだっけ、タラララララっていう。Do you know Deer Hunter? あ、知らないか。I will play Joe Hisaishi.久石譲。おお、オッケー。久石譲。はいはいはい。日本のね。はい。じゃあ、play、素敵。ten、maybe、five minutes。five minutes。オッケー。うん、play。ありがとう。
し映画送り人のテーマ あ送り人のテーマ、はい、久石譲さんのね、はい、すごいですね、うん、日本でこれからどんなことをやっていきたいですか、うん、What would you like to do in Japan? Many kind of Many kind of Pop, rockおお、ポップ、ポップさんのロック、プレイ。マイケル・ジャクソン。あ、oh, マイケル・ジャクソン。プレイ。おお、オッケー、オッケー。おお、おお、おお、やってみて。おお。Another song, two minutes, playing jazz. Jazz? I cannot play. Michael Jackson. Almighty. Almighty でできるのね。いやいや、なんかジャズはできないです。あ、そこそこ、かっこいい。Do you know famous rocker? Michael Jackson or...マイケル・ジャクソン、ニルヴァーナ。ニルヴァーマ？ニルヴァーナ。ニルヴァーマ。クルト・コベイン。コベイン。コベイン。あら、ちょっと知らないな。あ、そう。メタリカ。メタリカ？バンド。メタリカバンド。知ってる？なんとなく。え、イン、イタリアンロッカー？アメリカ。アメリカンロッカー。ああ、僕あんまりわかんないな。今日ね、初めてその、さっきさっきフェイスブックでつながったので、これからお友達になったら、きっと、また、いやいや、面白いよ。もう、もう、たぶん呼びますよ。はいはい。Can you visit my this studio?Next future? In future? Oh, thank you. 私はね、音楽のミュージックスクールのティーチャー。だから、今度、そうそう、日本のトラディショナルの音楽で、ラヴェルのボレロ。ああ、じゃあちょっとできる？今。ちょっと触りだけ。やってみたら。ほら、ほら、ほら。チューニングがあるから、だけど学校に来ていただいてですね、コンサートに加わってもらうことができます。スクールゲスト、お願いします。素晴らしい。よかった。いや楽しいね。やっぱり音楽は世界をつなぐだね。ね、よかった。日本の伝統的な音楽も、それからね、ヨーロッパの音楽も本当に素晴らしいよね。そうか。本当によかった。特にね、僕の番組はね、ワールドワイドで行きたいので、なるほど。本当にもう嬉しいです。本当に来てくれてね。そうですね。来月はどなたかいらっしゃるんですか。ね、来月はまた、まあ国際的っていうか、その活躍する方をね、何人かお呼びする。特に目玉になってるのは、フランスに、日本の人形作家で、出していろいろ活動してる方とか、からアフリカで、向こうの女性とか子供たちに、支援するために。いろいろ活動して、それでアフリカから、品物、例えばバッグとかそういうのを、仕入れて、それを日本でブランド化しようともしている人がいるんです。森田さんっていう方、その方も面白い方なんでね。ついこの間またなんだっけ、ラオスかなんか行ってきて人なんで、ね、そういう方をちょっとフューチャーして、多分カウンさんがいる時だったと思いますけど。あ、そうですか。まあ国際的な番組に、いやいや、もちろん僕はもう国際的な人間目指してるんで。またカフさんもね、ちょっと今んとこはもう3月ぐらいまで僕のゲストでいっぱいなんで、そのうちこのね、お互いにシェアしながら、いろんなゲストを呼んで。今日はちょっと台湾の私のね、コーナーしてしまう。あのコーナーでですね、私がですね、突撃取材という、ビデオ撮りしてきてですね、それを私のコーナーにしたい。ああ、いいですよ。でも真剣を使った居合の先生とかですね、いろいろさまざまいますので、みんな出たい出たい言ってますので。ああ、そうですか。本当、じゃあ嬉しいですね。本当にやりましょう、やりましょう。ね、
また来てくれる？うん、いや来てくれるっつって、また来てくれる、あ嬉しいな。Would you come in this studio again? Yes. Ah, thank you. Playing with her and 今度コラボレーションで今度練習してやったらどう？そうですね。さっきのマイケルが面白かったね。うん、あれマイケル・ジャクソン。マイケル・ジャクソン。Another song, マイケル・ジャクソン。Now I'm practicing. Practicing. Practice.あ、練習しなきゃダメ。ああ、そうかそうか。OK。マイケルも大丈夫？そっちの B は。さっきみたいなんだったら、もう全然大丈夫。あれだったらいいよね。だって、すごくこう、リズミカルだよ。学校出てですね、キャリパミューの忍者リバンバンを B は弾くというのは。忍者リバンバン。Do you know music of キャリパム、忍者リバンバン？キャリパム、それは無理ないよ。そうか。ジャパニーズ。ああ、ジャパニーズ。まあフェイマスソングっていうかな。じゃあそろそろですけども、じゃあどうしましょうかね。あともう4分ぐらいなんで、3分ぐらいあとあるんですね。さっきのマイケル・ジャクソンのリクエストしようかな。マイケルのもう一回、もう一回、ワンモア。OK。今のすごくいいと思うよ。いやいや、ちょっとねチューニングが違うんです。いやいや、だけどその例えばそのなんていうの、こう琵琶の弦をこうギュッとねやってやる、なんかその日本のサビみたいなのが出るじゃないですか。この服装には似合ってない。いやいや、だけど今の本当良かった。ちょっと今度ちゃんとやろうよ。そうそうそう、わかる。ネクストタイム、もうちょっとちゃんとやりましょう。練習してプラスティックス、プレイングコンサート。私もいろんなミュージシャンとお友達なので、どんどんつながれて、イントロデュース、ハーフレンド、オーバー、プレイヤー、いいですね。はいはい、面白かったね。あともう少しですけども、はい、なんかね時間がこう短かった。バックテーマってないの？いや、もうあのエンディングがあるんで、だからその前にね、ちょっとまあみんなでさよならという形で終わらしたいんで、まああとだけどもう少しなんで、そうですね、もう時間ないから、じゃあみんなでじゃあさよならでいきましょうか。じゃあもう終わりなんで、はい、じゃあなんか鳴らして、はい、さよならで、はい、バイバイ、 See you again See you again.